えー、こんにちは、黒田和哉です。今日もご視聴ありがとうございます。うん 今回はブルースって何っていうお話をしたいいと思えばブルースブルースっていうかお話聞くと思うんですけどそもそも何をもってブルースと言っているのかっていう人によって考え方少しずつ違うのでこのブルースでまあよく文化センターとかで行くとブルースとジャズって何が違うんですかっていうんですけどもともとジャズの母体がブルースなのでブルースが変化していってジャズは今でもブルースやりますがもうかなり変化してしまったブルースになってしまってるんですね。そこら辺の内容もちょっと 踏まえてお話ししていきたいと思います。でブルースですね。と元々英語の発音は実際にブルーズなんですね。ブルーズなんで、えっと Z なんですよ。最後の発音がね、えっと。 とブルーズっていうとえブルースと違うんですかっていうところから説明しなきゃいけなくなるのでまあもともと日本人が普及している言葉としてブルースというふうに扱いたいと思いますなので本当はブルーズですピザのことピッツァここはピッツァって発音しなきゃって言ってそこだけピッツァになってもちょっとおかしいじゃないですかなののでこううまあ、日本語のもう、えー 和訳だと思っていただければいいかなとブルースね。で、精神的な意味でのブルースっていうのと、ブルージーなフレーズっていうのがあって、あと音楽フォームとしてのブルースがあるってお話をしていくわけなんですね。え、それではやっていきたいと思います。はい、それではですね、まず精神的な意味でのブルースっていうのはですね、まああの、 こう柳ガ瀬ブルースっていう曲もあるんですけど、あれ全然あのジャズミュージシャンが言うとブルースでも何でもないんですけど、ただそのブルースっていうのをこう使ってるっていうのは、ブルーっていうのは青じゃないですか。ティファニーで朝食をでオードリー・ヘップバーンがですね、えっ、ー、と、ブルーだ、人生がブルーっていうのはまだましで、レッドになったら私の人生終わっちゃうのよみたいな、あの、青よりもずっと先があって。 赤はもう危険信号になってるんだって言ってブルーなんて全然マシっていう話をしてるんで日本でもそうですけどブルー入るわっていうと思うんですけどその要は気持ちがこう伏せたりとか心がどんよりした状態のことをブルーっていうと思うんですね。でもちろんこう えー、黒人が奴隷としてアメリカ大陸に入ってきたときに、そういうときにやっぱりこう人生が、やっぱりこう悪いことばっかり起こるわけじゃないですか。なのでこう虐げられて虐待されてっていうのがずっと続くので、えー、そういったこう自分たちの人生のことをブルースっていうふうに呼んだとか、ブルーズって呼んだというお話なんですね。なので、えー、まあ、あの、こう、日本に入ってきたときにはその、こう、 ハラン万丈男の人生ブルースみたいな感じのイメージだと思うんですね。なのでこう。 えとこう人生山あり谷ありでいろいろ経験してきてなんかこう渋い男の人の感じのイメージとかえそういったものをブルースって読むっていうことですねなのでえーブルースっていうのは精神的な意味でのブルースっていうふうに使ってる俺の人生ブルースだっていうのを昔そういうのがあったりするんですよ小説とかでだからそういうこう「なんとかブルース」っていう小説とかもそれはえ結局その,そのいろんな人生をこう水が甘いもこう いろいろ噛み分けたこう男の人とか人生のことをブルースって呼ぶっていう感じですね。そういう風に使ってらっしゃる方がいるので、だからそのごちゃにしないことですね。こ,あこれはこういう意味で使っているんだっていうことですね。これが一番でした。 はいブルージーなフレーズですね「ブルーノートって何?」っていうので僕はビデオ出してて結構たくさん視聴していただいてるんですけど、えー、このこのブルーノートスケールこの同じようにこうね僕はあのよく解説するときにこう同じようにこうシールの貼った鍵盤を用意してるんですけどこれの,あのブルーノートスケールっていうのがあってこういうこういう音があってこの青のとこを弾いた時この,こ,の音こ,れこういうのを要は暗い感じ色で例えるとブルーじゃないですか、ね。 激弦の鬼太郎もフレージング的にはブルースになるわけですね。こういうモーニングとかもそうねこういうブルーノートを使った要はメロディーっていっぱいあるんですけどこういうブルーノートの音を使った要は、えー、とこういうフレーズってどっちかというとこうブルージーなフレーズっていうんですね。だから コード進行自体が後でお話しするんですけど、このフォーム自体がブルースじゃなくても、要はこの曲ブルースでやってたまにいるんです、ね、あの、たまにあるんですね。あの、この曲ブルースだからって渡されてるんだけど、フォームが12小節じゃなかったりすることがあってですね、そういう時は何をしてるかってうこういうブルージーなこのセブンスを聞かせこういう感じのフレーズを中心としたハーモニーを使いつつ、こう、ブルージーな感じの曲でやってほしいっていうことだと思うんですね。なので、この、この青の、 この今下から上がっていくとこのドーミーワ、ファーソーシノっていうとここのここのこのの音は基本的にブルーな感じがするんでこういうのをブルーノートといいますこの音はねでこういう音をいっぱい使ったえ音楽 の CD をブルーノートレベルっていうのがあって、そこからこう、そういうミュージシャンがたくさん出るブルーノートっていうお店ができたわけなので、お店の名前が後付けですね。こっちの方が先なんですね。ブルーノートスケールっていうことでございました。なので、こういうの音をいっぱい使う、対応したフレーズのことをブルージーなフレーズというので、あ、今の感じブルージーだね、みたいな。なんか こうイメージ的に僕これも聞いたんですけどこういうイメージブルーでこう煙が噛っててなんかその,その音を吹くだけでもちろん今なんかねこ,のこんなちっちゃなキーボードで弾いた感じなんでえっ、ー、とあれですけど、あのー、空気感なかなか出たかなんか明るい感じになっちゃいますけどこのサックスの,かんその音色の感じでねこういう風に出していただくと、えー、かなりこうブルージーな感じに聞こえるんじゃないか。 こうな感じ、こういうフレージのことをブルージーなフレーズと呼びます。はいそれでは音楽フォームとしてのブルースっていうのをやっていきたいと思います。えー、ブルースのフォームっていうのはですね何かっていうと、えー、1度から1度っていうのは何かと1は、えー、ドレミハァソラシドのドでスタートするとドをドを中心と決めたらドが1です。なので、 ドミソドミソドミソ,ドミソってやるとこれが1度から1度に、ね、動きっていうことですね次4度から1度「ソ」「ファラドファラドドミソドミソドレミファ」で考えるとファが4番目の音なのでファからスタートした和音からドからスタートした和音へ行く。 で今度は「五度です、ね、度レミファソーソーソ」からソ「 そして、ね、そして、ね、ドーミソドーミソに行くのをこれ5度から1度のフォームっていうことですね。で、これ、えー、っと、下に、えー、詳細欄の方に貼り付け、ロバート・ジョンソンとかがデルタ・ブルースっていう、えー、南部のデルタ地方の方で流行ったブルースなんかのこの、えー、スタイルでやってる時は、聞いてみるとわかるんですけど、この1度から1度には、あの、気が向いたら行くって感じ。気が向いたら4度に行って、気が向いたら1度に行く。 気が向いたら5度に行っとて。要はだって自分で弾き語りしてるだけだから、自分が5度に行きたくなったら5度に行く。だからこう小説数が全然決まってなかったんですね。で、実際その頃の演奏ってベースの人もドラムの人も、例えばピアノの人とかも一緒に演奏する時っていうのは、そのギタリストがこう、あ なんか今の空気感で4度に行くなとか今の空気感で5度に行くなっていうのをもうこうその空気を見て合わせなきゃいけなかった。でもこれって結構大変じゃないですか。だからこれ、えー、と2小節2小節、2小節2小節、2小節2小節の資産、えー、12で12小節を繰り返しにしようよという。 要は、4度、適当に4度何回も行って、それから5度に適当に行くんじゃなくて、必ず1度やって、4度やって、5度やってっていう形にするという。これを、一、えー、塊の12小節のこうコード進行にした。これをブルースフォームと言います。でこれが、例えば C がスタートだったら、えっ、ー、と、C から C ですけど、F がスタートだったら、ファからファに行くね。で、次、えっ、ー、と、C は、えっ、ー、と、まあちょっと、 えー、フラットがつくんですけど <music> なぜフラットをつくかっていうのはあの僕も詳細欄に貼っときましたが、えー、ドレミの、えー、なんでこうドレミが巡回するのっていろんなドレミファソラシドがあるのっていうやつの動画があるのそっちを参照してもらってファ <music> ソラシの C4 シ番目のとか、ね、<music> っていうことですねで次ファソラシこれ5番目の というふうにやると、こう、まあ、要は平行移動して移動するわけですけど、スタートが F になるとこの形になるということですね。えー、よくキーが何って決めてるのは、最初のスタートの音を最初に決めておけば、あとは別に全部平行移動するので、キーが G だとか、キーが A だとかっていうふうにすると、えー、キー A だよっていうふうにスタートすると、ここが A になって、全部これがずれて演奏する。その代わり譜面は全然いらなくなるわけですね。という形で、ブルースのホームっていうのはこういう形になっています。これを12小節を繰り返した演奏。 でこれがだん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 この1度から1度に行く手前に、えー、ちょっとこう4度に行ったりとかいろいろあるんですが例えばこれがジャズのですね一番定番でよくこうセッションなんかでも演奏されるビリーズバウンスですが。 F から F に行くまでに一回4度に行く。でも、基本はここ F から F に行ってるでしょっていうことね。で、B フラットから F に行くところも一緒だけど、今度、ここが C から F に行くとか C の手前に Gm7 が入ってますが、これ C7 の,の和声的にこの分解するってことで,ですね。これまとめて C7 で考えるわけですね。C7 から F7 に行くってことなので、さっきセブンス入れてなかったですが、セブンスっていうのはブルースのハーモニーという意味なんですね。あえて入れなかったんですけど。 ということで C7 から F に行く。でも、例えばその Gm7 に行くための Am7、D7 っていうのが入ってたりとか、例えばこう、えー、ここターンアラウンドって言ったら F から次の F に行くまでに F、D7、Gm7、C7 っていうのを入れたりとか、こういう,うにこうに音を細分化していく。大まかにはここは全部 F。ここは前半は B フラットの後半は F。 これはあってもなくてもよくてこれもここ全部 C でも良いけど Gm7C7 まあジャズの人たちは大体ここ、えー、2-5って言って Gm7C7 というふうに分けます。という具合になっておりましてこういうふうにだん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 こう ハーモニーがこう細分化されてもちょっと複雑な音色になってくるんですけど、もともとはえこういう動きですね。なので、下にも貼っておきましたが、プレスリーのハウンドドッグっていうのも、これもブルースになるわけですね。いくつか下に貼ってありますが、貼ってあるやつは全部ブルースですね。ブルースの音楽、これ全部このフォームで同じ考え方で作られてて、要は音を足したり弾いたりすることによって、いろいろ雰囲気が変わっていくということですね。えー、まあフォームということは、ブルースのフォームっていうのはこういうことで、最初の音 とのスタートが、えー、B だって決まれば、その曲はもうブルース。この曲ブルースだから B で合わせてって、1、2、3、4ってスタートすると、えー、ミュージシャンを全部合わせることができるわけですね。だってコード簡単で平行移動して1度と4度と5度だけ演奏できればいいわけですから。ここからスタート。特にベースなんかは、えーえー、っと5度っていうのはこう1個弦をずらすだけですもんね。 そうすると非常に簡単に演奏、えーえー、ができるわけですね。というわけで、こう、こういう形で、えー、スタートの位置さえ決まれば、そこの、そこの部分からこう。 えと位置を移動して考えれば同じ形ででで演奏できるわけです、ね、まあちょっといろいろ複雑な部分もあるんですけど。という具合にブルース・ホームっていうのはこうやって決まっててジャズの人はなんかブルースやろうかって言ったらキーだけ決まれば演奏ができるということなんですね。バック・トゥ・ザ・フィーチャーって映画があるんですけどそれの一番で,ですねマイケル・ J ・フォックスが、えー、ギターで演奏しなきゃいけないシーンがあってその時に、えー、とミュージシャンに伝えてるんですね「えーとえー、とキーは B で、えー、ブルース・ホームだから合わせてくれ」って言ってジョニー・ビー・グッドっていう曲を弾いてます。 僕は最初だからその映画を見た時は、えー、こんなこんな、ね、説明だけで演奏なんかできないのになんかまあやっぱこれは映画だからかなと思ってたんですけど、えー、大人になってミュージシャンになってからあこれは、えー、この説明だけで演奏できるわって思った事例の一つでございます。というわけでブルースっていうのは、えー 精神的な意味でのブルースって言ってる場合か、ブルージーなフレーズって言ってる場合で、この曲ブルースって言ってる人もいるんですね。だから、フォームはブルースじゃなくても、この曲ブルースだよって言われて、えって思うこともあるんだけど、サウンド的にブルージーな感じで演奏してほしいんだなっていう形のブルージーなフレーズという意味でのブルースということと、音楽フォームとしてのブルースっていうのがあるということですね。で、英語で発音するときはブルーズですね。っていうことですね。えま、あの、ということでございました。ブルースって言うと、諸説いろいろありますが、 えー、ブルースっていうのは大体この辺で収まるんではないかなと思いますので、これぐらいの知識があれば、えー、ブルースっていうのは何かなと、あ、こ,れこういう意味でのブルースだな、こういう意味でのブルースだな、こういう意味でのブルースだなっていうのが分かっていただけるかなと思います。どれも間違ってることではないと思いますので、そういう風に理解しておけば、えー、楽しめるかなと思います、えー。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした